ほう、特製幕の内じゃな。気が利くようになったの。ほほほ、多産的な人ですね。斜めでしょね。もう食べちゃったの？早食い競争に出られるよ。そんなことないもん。頑張って食べる。いらしていたんですね。どうかしたのですか？あの絵と言いますと、その絵は、ひなおさんが子供の時からありますが、あまり好きではないんです。なぜかとても寂しい気分になってきて。すみません、あまり詳しく知らないのです。
したね。ひなおさん、今日は朝からとっても楽しみにしていたんです。それでは早速始めましょうか。大げさですよ。はい、じっとしていてもらうのは大変でしょうから普通にしていてください。それでも辛いようでしたらすぐに言ってくださいね。まずはこの木炭で大体の輪郭を。あ、デンさんの間はもう少し楽になさっても結構ですよ。ひなおさんも詳しくは知りませんが、お父様がよくこれを使っていたのを見て真似しているんです。子供の時はこのデッサン用の木炭でいっぱい落書きをして、真っ黒な手でお父様の絵をペタペタ触って怒られてばかりでした。そうですね。はい、何でしょうか。はい、もちろんです。それではお話ししながらということにしましょう。あ、これは消しゴムの代わりなんです。はい、今は画材屋さんへ行くと専用のものがあるらしいのですが、お父様は昔からこれしか使わないので、ひなおさんもその影響でパンを使っているんです。あ、すみません、もう少しで死体ができます。これくらいにしておきましょう。どうもお疲れ様です。あー、ダメです。恥ずかしいですから見るのは出来上がってからにしてください。ダメです。はい、今見られてしまうと恥ずかしくて続きが書けませんので。はい、楽しみに待っていてくださいね。はい、明日も来ていただけますか。ございます。それでは明日もお昼頃にお待ちしております。あ、どうも。今日は何にしますか。4時にまた。あ、よかった。あの帰る途中でなんだか高級そうな住宅地に迷い込んじゃって。
そんな余裕ありませんよ。それで、もしよかったら一緒に帰りませんか？本当ですか？よかった。ちょっと気持ちが良さそうな道だなって。ブラブラよそ見してたらどこ歩いてんのか分かんなくなっちゃって。私ってそそっかしいのかな。本当にありがとうございました。はい、じゃあまた。ごめんなさい、これから約束があるから。ああ、待たせたわね。それじゃ尾崎さん、君行きましょう。少し時間より遅れたみたいだけど、まあいいわ、そこの喫茶店で。コーヒーも飲んだし、そろそろ出ましょうか。何わからないこと言ってるの？ごめんなさいね、利用しちゃって。ああでもしないとあの人しつこくて。そんなに卑屈にならないでよ。それに全く知らないわけでもないしね。ハンバーガーショップの店員さん、この前買いに行ったし、それに私は一度会った人って忘れないのよ。ネームプレートも覚えてるわ、確か。そう、私は友恵、篠原友恵よ。このすぐ近くに事務所があるのよ。そうね、でも悪いんだけど時間ないし。そうね、考えておくわね。そろそろ行きましょう。確かあなたのお店って配達もしていたかしら。そう、今度お願いするわね。じゃ、また。あ、こんにちは。でも、まだお仕事にはちょっと早いですけど。そんなこと、お願いします。
もうマキちゃんたら、大輝の方が先でしょ。あら、そっか、そういえばあのお店だったわよね。ご苦労様。それじゃ、ちょうどね。どうしたの？キョロキョロして。あら、どんな事務所を想像してたの？ありがたいイメージだけど、いろいろあるのよ。それに結構機能的なのよ。少し説明してあげるとね、この会社って建築関係の人が多く見えられるの。そういう方にくつろげる雰囲気を提供しようと思って演出してるのよ。あ、そこだね。演出が損なわれるから。部外者はあんまり詮索しないの。空間のデザイナーって知ってる？私たちの仕事は、そういった小さなお店を対象により良い空間を演出する仕事なの。店内のレイアウト、販売する商品の選択、従業員の接客態度まで。お店、いえ、空間そのものを演出する仕事なのよ。こういう仕事に興味ある？本当？いいわ。もし興味があるのだったら、また遊びにいらっしゃい。手が空いてる時なら、いろいろ教えてあげる。ごめんなさい、ずいぶん話し込んじゃったわね。マキちゃん。え、あの、これ食べてみてもらえますか？秘密です。とに
にかく食べてみてください。私が考えた特別ブレンドなんです。有機スペシャルって名前で売り出したら売れるかな。そうですね。でも自分の名前はちょっと恥ずかしいかな。やっぱり他の名前を考えます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、あ、はい、さよなら。うん、なんじゃその手に持っておるものは。特大のせんべいかの。聞いたことはありますな。いただきます。ところでお主、あと4日じゃぞ。わかっとるのか。そないなこと言われましてもな。不安じゃから不安だと言っとるんじゃ。老人には無理でしゅよ。いらないのかと思いましたよ。